グラフトネットワークの第2回目になります。よろしいでしょうか。画面見えてますか？共有してますけど。いいですか？ありがとうございます。ですね。では、まず、そうですね。いただいたコメントの方から、まず見ていきます。ですね。先週はコメント7個だったんですけども、今週10個になりまして、まあ、ちょっと増えたので、じゃあ、来週もっと、皆さんコメント書いていただくという形にしたいと思いますので。よろしくお願いします。で、まあ、一つずつ聞きますね。4月18日8時現在、復習動画が公開されてない。これはすいません。YouTube には公開してたんですけども、このページの方からリンク貼ってなかったので、リンク貼りました。すいませんでした。次ですね。第2回の資料スライドの20ページの Q4 の図が P2 と Q3 の直積ではなく、Q2 と Q3 の直積になっていると思うのですが、間違ってますでしょうか？これはですね、私が間違ってます。これ後で、すいません。訂正します。はい。で、同じなんですけども、これですね、スライド P20 の多次元立方体グラフのうち D イコール4、すなわち4次元立方体グラフがなぜ図のようになるのか分からなかったので解説をお願いできますか。これがなんでこうなのかっていうと、つまりこれは間違っていたからこうならないっていうことですね。だから、何なのかっていうと、実際はこれ Q5 だったんですね。5次元立方体グラフだったんですけども、だから、いろんな意味で私は間違っていたということですけども、じゃあ、まずこれを補足します。どれかというと、これですね。はい。D 次元立方体グラフっていうのがありまして、まあ、これはこのように、知能的に、再帰的に定義されると言ってたんですけども、まあ、ここに書いてあるのが、これ Q4 ではなくて、これが間違ってるんですね。これ Q4 ではなくて、これは Q5 ですと。そうなんです。すいません。これは、まあ、単純に間違ってるということですね。じゃあ、正しい Q4 はどんな感じなのかってことをちょっと書くと、入れてますね。Q4 の確認。何か、ちょっと違う。あ、これじゃなくて。操作。ですね。Q4 どうなるかというと、Q4 はだから、Q4 っていうのは、Q3 と P2 の直積になるので、まあ、Q3 が二つあって、まあ、それが P2 のように、つながっているという感じですね。だから、まあ、どう書くのがいいのかわかんないんですけども。まあ、こういうふうに、Q3 が二つあって、ちょっと、色を変えますと、しているの、色が、どうしようかな。どうしようか。これにしよう。ちょっと、線が、曲線になりますけど、まあ、こんな感じで、つながってるっていうのが、これが Q4 ですね。すいません。だから、まあ、こういう図を書くべきだったということですね。で、まあ、Q4 の書かれ方としては、まあ、こういう書かれ方以外にもいろんな書かれ方、まあ、その書き方で、描き方でグラフの本質は変わらないんですけども、よく目にする図はあるかもしれないので、ちょっとそれを書いておくと、それはですね、Q3 っていう3次元立方体グラフの外側に大きな、ちょっとこれは、ちょっと待ってね、これをずらそうかな。ちょっと上の。出して、ちょっとこっちもずらして。待ってくださいね。で、これで、こんな感じですね。外側に、こうなんか、ここら辺に、こうかな。ちょっとなんか、線を写す。で、こんな感じで結ぶと。ここはこうか。こうかな。まあ、こういうような書き方をするようなことも、ちょっと中の立方体が下にずれてる感じしますけど、まあ、うまく書くと、これで、すごく見栄えが良くなるんですけど、まあ、これも Q4 です。同じグラフを違う書き方で書いてるっていう感じですね。で、ありまして、まあ、だからこれが Q4 であって、この前のページにあった、これがですね、Q5 です。すいません。いいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい。
でですね。じゃあ続きですけども、面白かったです。ありがとうございます。授業動画を見た後、配布資料の Jupyter ノートブックのコードをいじって理解が深められるのが良かったです。このプログラムについては、この授業の中では全く触れませんけども、皆さんが自由に使っていただいて、例えばですね、その中に書いてあるプログラムをいじって、いろいろとその自分で実験してみるってことをすると、いろんな例が自分で作れるようになりますので、それで、いろいろと試してみてください。授業の中で、それはオンライン、オンデマンド動画であっても、この時間のリアルタイムであっても、その扱える量とか例っていうのは限られますから、ぜひですね、プログラムを使っていろんな例でいろんなことを試してみるということをするといいかなというふうに思います。はい。で、次ですね。スライド18枚目の第1行目の式から第2行目の式に行くところがどうしてそうなるのかわからなかったので解説いただけるとありがたいです。ですね。じゃあ、これをやります。18枚目。まあ、これは20なので、この前ですね。よし、これですね。で、今言われているのは1行目から2行目なので、ここですね。この部分ですね。で、ですね。まあ、これまず、正しいんですけども。で、これなんでかというと、ちょっと、それをちょっとやっていきますね。でですね。基本的には、職責っていうのは何なのかってことを、まあ、考えることになるんですけども、まずですね、有限集合。これ、上すぎますか？大丈夫ですかね？有限集合 A、B に対して、A と B の直積の要素数っていうのは、A の要素数かける B の要素数になります。今ですね、まあ、このかけるっていうのをちょっと点で書いてるんですけども、これ見よがしに、これ見よがしないかな。まあ、直感的にわかりやすくするために、これちょっと掛け算記号で書きますけども、こういう等式が成り立つんですね。だから、今こういうふうに書きましたけども、ちょっとここで注意しなくちゃいけないのは何かっていうと、このかけるってそのバッテンの記号が2つあるんですけども、その2つの記号の意味が違うわけですね。で、それはちゃんと理解すると。で、どう理解するかっていうと、この左側のこのバッテン、これは集合の直積を表す。記号で、右側は、どうしようかね、整数の掛け算ですね。まあ、乗算とかしましょうか。を表す記号なので、この2つの記号は同じ見た目をしているわけですけども、意味が違うわけです。で、それはちゃんと理解する必要があります。いいですか？いいですか？で、なんだっけ。そう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 。だから、そうそうそう。だからこういうのはですね、なんかプログラミング的に言うと、C++ で言うと、演算してもオーバーロード ってことになるんですけども、そういうことは、割とこの普段のですね、数学とか、まあ、数学だけじゃなくて、普段の、言語の運用においてはよくやるので、同じ見た目のものが違うものを指すところですね。だからそれは、意識的に注意してください。はい。で、これは証明しないんですけども、これ証明しようとすると、そもそもこの要素数が等しいということは何なのかということを定義しなくちゃいけなくて、ちょっとそれはややこしいんで、ちょっと例でやると、例えば A っていうのが、どうしようかな。じゃあ A、ちょっと困ったな。A、1、2、3でしょうか。1、2、3っていう集合で、じゃあ B っていうのが、じゃあ XY っていう、こういう集合だとしましょう。この時には、どうなるかっていうと、まず、A の要素数っていうのは何でしょうと言われたら、じゃあ、大物勝ちでどうなったか、じゃあ、コメントスクリーンで答えると。A の要素数何でしょう。まあ、勝ちじゃないけども、コメントスクリーンで答えてください。3となりましたね。はい、じゃあ、これ3ですね。じゃあ、3じゃなくて、流れたもの新要素数、じゃあ3です。じゃあ、B の要素数何でしょう。今2が流れてましたね。あ、2が流れ、2が、2が2つ流れていたから4っていうわけじゃないんですけど、もうじゃあこれ2ですね。はい。これ、問題は何かっていうですね、今こう2つ2が流れたんだけども、2と打った人は自分の2がどちらかわかんないっていうのがちょっと問題ですね。だからどちらが早かったかわかんないですね。まあ、それを置いといて。
A の予想数3で B の予想数2です。で、じゃあ、A かける B っていうこの直積は何なのかっていうと、じゃあこれ書いてみますね。で、まあこれ、真面目に書くと、1x2y、2x2y、3x3y とかですね。こうなります。で、ここでちゃんと注意してほしいのは何かっていうと、この、書き方の中には、括弧がたくさんあるから、すごく混乱するんですけども、ここの書き方における要素っていうのはどれになっているかっていうと、この丸括弧で囲まれているものが、一つの要素ですね。だから、じゃあ、ここ要素何かっていうと、じゃあ、こういうその、ペアが、組が、6個あるわけです。6個ある。だから、待ってくださいね。つまりですね、まあ、先に言うと、A かける B っていう直積の要素数がこれ6になるわけです。で、これはちゃんとこの A の要素数かける B の要素数に等しいということになってますね。で、この A かける B っていうのはどういうふうに、この、直積ですね、考えてほしいかっていうと、まあ、A の要素が、まあ、横に並んでいて、A の要素が横に並んでいて、じゃあ1、2、3と。横に並んでいて、B の要素が縦に並んでいると。XY と。縦に並んでいて、で、まあ、なんかこの表をなんか埋めるようなイメージを持ってほしいですね。で、ということはっていうと、A の要素1、B の要素 X に対して、この 1X っていう、組が作られるということですね。ですか。で、同じように、2と X のところでは 2X。3と X のところに 3X ということですね。で、1と Y が交わるところには 1Y。で、2Y、3Y と。こうなるということですね。だから、よくその、座標平面って言いますよね。X 軸、Y 軸。そこで X と Y がちょっと、ラージ B の要素と 重なってますけど。で、この点に、ちょっとこの点の場所がちょっとよろしくないんで、変えますけど。点、これは、例えばこれ、じゃ、3、2とか。あったら、これは、その、第1座標が3で、第2座標が2っていう、その組を表しているわけですよね。3、2っていう座標の書き方が。で、それと同じことを、この直積の方がやっているんですね。というふうに思うわけです。で、実際に、この座標平面っていうのは、大体その集合で書こうと思ったら、まあ、R×R って書くわけです。まあ、これは実はその省略して R の2乗とか書くこともあるわけですけども、だから、R の2乗って書いてるときには、まあ、そういうふうにその直積を扱ってるんだっていうふうに、まあ、思うわけですね。思うというか、それはそういうふうに定義されてるわけです。で、この書き方、このペアの書き方っていうのは、この座標の書き方と同じなんだっていうふうに、まあ、思ってるわけです。だから、これは今言ったのは、ちょっと直積の復習になりますね。で、いずれにせよ、今この作り方から、その直積はどう使われているのかってことを考えれば、この左上に書いてですね、A かける B の要素数が A の要素数かける B の要素数になるってことがわかると思います。ここまでですか？で、これが、まあ、基本的な原理です。先ほどの等式、先ほどの等式っていうのを戻ると、この等式ですね。この等式がどういうふうに導かれるのかってことに関する基本的な原理なんですけども、これはですね、で、この等式はなんか後ろになんかついてるんですよね。こういうのがね、ついてるんですよね。だからちょっとこれがちょっとややこしい部分で、この部分を今から説明します。で、それのためにはもう一枚ちょっとつけなくちゃいけなくて。ですね、あ、そうですね。で、それはどういうことかっていうと、今ですね、じゃ、A プライムっていうのをちょっと用意して、これは何かっていうと、どうですかね。A の要素の中から、ある性質を満たすものを全部、A は、例えばじゃあ性質1を満たす。まあ、性質1っていうのは、どこにも現れてませんけど、まあ、どっか別のところに性質1っていうのがあって、で、その性質1を満たすものだけを取ってきて A プライムとしましょう。じゃあ B プライムっていうのは何かというと、これは B の要素を持ってくるんだけども、B は、じゃあ性質2を満たすというふうにしましょう。で、この性質2っていうのは今どこにも書かれてませんけども、どこかにその性質2っていうのがあって、
まあ、それを満たす B だけを全部持ってくる。スモール B だけ全部持ってくるということにしたい。で、そうすると、先ほどの言い方から、先ほどの、性質より、A プライムと B プライムの、直積は、A プライムの要素数かける B プライムの要素数なわけです。あ、ちなみにですね、そうか、これは、ここで言っとこうかな。今ですね、この、記号ですね。これ今 A プライムって呼んでるんですけども、ちょっと後で書きますけど、これ今 A プライムって呼んでるんですけども、皆さんもしかしたらこれ A ダッシュって読むかもしれません。で、私の言語感覚を言いますけども、これは、A プライムと呼ばれるべきなので、A ダッシュとは読まないと私は思っています。特に、これが英語であるとするんだったら、この記号は必ず A プライムと呼ばれます。必ずでしたけどね。A プライムと呼ばれることが多いです。で、A ダッシュっていう風に呼ばれたことを私は聞いたことない。聞いたことがないです。日本人以外からは。で、そもそも、ダッシュっていうのは、この横棒を表す記号なんですね。横棒を表す記号。で、この上に点をつけるものをダッシュと呼ぶことはないはずなんですね。まあ、少なくとも英語では。だから、私はこれを A プライムとか、まあ、プライムと呼んでます。ラテフにおいても、この記号はプライムです。はい。だから、まあ、これプライムと呼んでいきます。以後、プライムと呼んでいきます。まあ、だから、別に私は、他の人がこれダッシュと呼んでも別にね、目くじらを立てて、ダッシュじゃないというふうに言うつもりはないんですけども、私はダッシュとは呼ばない。で、先ほどの性質より、ちょっと、忘れましたけども、先ほどの性質より、この A プライムかける B プライムという直積の要素数が A プライムかける B プライムになるわけですね。じゃあ今、この A プライムかける B プライムっていうのは実際どういうものなのかということを書いてみましょう。書いてみます。じゃあ A プライムかける B プライムっていうのは何なのかっていうと、これは、ペアの集合なわけです。A と B っていうそのペアの集合で、A は A プライムの要素であり、かつ、B は B プライムの要素です。こうですね。で、これは、じゃ言い方変えると、言い方っていうのは、この後ろの部分の書き方を変えるとどうなるかっていうと、A、B というペアの集合で、A は、じゃあまずですね、すいません。この前の部分、A が A プライムの要素であるってことを書き換えます。で、書き換えると、これは、A は A の要素であり、かつ、A は性質1を満たす。ということになるわけです。これはその、ここに書いてあるわけですね。スモール a はラージ a の要素であり、それは性質と一緒に出す。ってことが、a が a プライムの要素であることの定義ですから、それをそのまま書いたということです。で、後ろの方ですね。じゃあ、この b が b プライムの要素であるってことも同じように書くと、まあ、かつ書いて、b は b の要素であり、b は性質に読み出す。まあ、こういうふうに書けるわけです。で、これを先ほどの式のところでは使ってます。で、どう使って、ここまでいいですか？すいません。良さそうですか？わかんなかったら、コメントをこう流してください。こちらからください。流して、いいですか？で、先ほどのその質問になった部分っていうのは、実は、この考え方を使っている。ことになるわけです。で、どちらかというと、この一番最後に書いたものから始まって上に戻っていくという形を使っています。だから、初めに書いてある式がこういう形をしてるんだってことをちょっと見ます。で、それはちょっと前のページに戻るので、今ちょっとこの部分がこうだったなとか、ちょっと頭の形に置きながら前に戻りますね。ここですね。で、そうすると、先ほどの記号に対応させて書くと、この、V1 っていうのが A に対応していて、V2 っていうのは B に対応しています。で、U1 がスモール A、U2 がスモール B に対応しています。はい。で、前に書いてあるもの、これですね。これは U1 に関する性質なわけです。ですか？ U に関係ありません。U には関係ありません。
だから、この前の部分が先ほどの書き方で、性質一に対してです。ですか？で、後ろの部分見てみると、これ後ろの部分は、これ U2 に関する性質で、U1 関係ありませんから、U2 に関する性質で U1 関係ありませんから、これが性質になります。ですか？つまり先ほどの書き方で言うと、これは A プライムかける B プライムの要素数っていう形になってるわけです。ですか？で、じゃあ、下の方はどうなってるかっていうと、この前の部分ですね、この点までの前の、ここが、A プライムの要素数に対応していて、後ろ側が B プライムの要素数に対応していると。ということになります。で、先ほど言った通り、A プライムかける B プライムの要素数は、A プライムの要素数かける B プライムの要素数に等しいので、この等式が成り立つということになります。よろしいでしょうか？いいですか？ちょっと難しいかもしれないんですけども。で、重要なのは、この後ろの部分のこの条件が、その性質1と性質2に分けられる。バッサリと分けられる。その性質1の方が U1 だけのことについて書いてる。で、性質2の方が U2 のことだけについて書いてるっていうことが重要です。で、そのコメントのところにも、その確率の独立実証の考え方に似てるのかっていうふうな、問われ方してますけども、まさにそうです。まさにそうです。だからその確率をですね、その、なんだろうな、ナイーブに。だから、離散確率ですね。離散確率分布の時のような感じで考えてもらうと、まあ、同じようなことが、離散じゃなくても構わないですね。離散じゃなくても構わないですね。そうですね。何でもいいけども、だから独立な事象とかですね、独立な確率変数に対しても、同じような考え方をして、まあ、これ導いてる。こういう通して導いてるということになります。はい。よろしいでしょうか。で、これがこの部分に対する質問の補足ですね。はい。いいでしょうか。はい。じゃあ、ちょっと戻りまして、ちょっと一旦保存しておいて、戻りまして、戻るっていうのは、これですね。はい。これがここですね。はい。そうか。まあ、いいや。で、次ですね。グラフに関する定義が分かったので、理解しながら、整理しながら理解していきたい。まあ、そうですね。はい。次。最後に、性質を深く理解するための考え方について紹介されていましたが、性質を深く理解することに限らず、新しい問題を見つけるためにも役に立つと思いました。これその通りで、何か、正しいということが分かったときに、それから、どのようにその考えを広げていくか、ということを、する方法でもあるし、あるなんかそのことを誰かが言ったときに、それが本当に正しいのかなっていうことを検証するための道具として使えるので、まあそういう場面でですね、この性質を深く理解するための考え方3つあると思うので、それをちょっと、ぜひ皆さんも普段の生活で使ってみてくださいということになります。はい。その次ですね。デルタ G が K 以上ならば、G は P、K プラス1を含むという最大性論法。完全グラフの時、反例になるかと悩んでいたら、P の定義が1に含む変数ではなく、超定数だった。定義に戻ることの大切さを確認した。まあ、そうですね。じゃあ、ちょっとこれは補足しましょう。で、道の定義っていうのがどこら辺かになったんですけども、これですね。はい。この PN って書き方。ここですね。PN って書き方をしたときには、これは超点数 N の道を表すんですね。で、だからこれは、その、この記号の定義ですね。記号の定義ですね。記号の定義ですね。で、経路のときも同じように、これは CN と書いたら、これは超点数 N の経路を表すって感じになってるわけですね。だから、これ、そういう意味では、これ、記号は、統一されていて、ちょっと書きますけども、今言ったみたいに PN っていうのの、これは超点数 N の道なわけです。で、CN っていうのは超点数 N の経路
で、一番初めにあったのは KN っていうのがあって、これ頂点数、N の完全グラフ。っていう感じになっていて、この下付き数字でこう出てくるものが、頂点数を表すということは、この3つの基本において統一されているわけですね。はい。だからそれはちょっと注意してください。で、そうするとですね、この下付き数字でついているものは全部頂点数なのかと言われると、実はそうではない場合があるっていうのがよろしくなくて、この後に出てきていた QD、っていうのは、D 次元立方体グラフだったわけです。だから、この場合は、この D っていうのは、頂点数じゃない。このグラフの頂点数を考えるっていうのは、今日の演習問題ですけども、D は頂点数ではない。ってことは、注意するわけですね。で、そのいう意味で言うと、だから、この文字を変えることによって、文字をその N じゃなくて D とすることによって、そこら辺をちょっと意識してるかなっていう気になるんですよね。よくそのグラフにおいては、頂点数を N で表すってことがよくあります。N と言ったら頂点数。ってことは、よくある、この分野における、なんて言うんだろうな、伝統というか、慣習というか、そういうことがあるので、それに書いてると。という感じでありますね。で、この後にあったのは、KMM ってのがあったんですけども、これは、頂点数、N プラス M の完全二分グラフですね。頂点数を調べるだけでは、完全二分グラフ一つに定まらないので、どういうことかっていうと、片方に N 個、もう片方に M 個あって、その間全部、辺で結ばれていると。というのが、これ完全二分グラフですね。だから、この場合も、下に出てきているのは、頂点数、各々の、これ、部集合って言いますけども、各々の部集合の頂点数を表すということになって、下付き数値がこのように、頂点数を表すことは多いけども、立方体グラフの時は違うので注意ということですね。だから、やっぱりちゃんとその、各記号に対してどういう定義をされているのかってことを、押さえておくってことは重要ですね。で、ここで一個重要なことを言うとですね、覚えるってことはしないでください。覚えない。あ、これ、右上に書くと見えないかな。これずらしたいな。覚えない。今この KN と言ったら頂点数の完全グラフとか PN と言ったら頂点数の道かっていうふうに、いちいちこう覚えようとすると大変なことになりますし、皆さんはこういうものを覚えようと思わないでください。もう覚えるのは悪だと思っても構わない。こんなものを覚えてる暇は皆さんにありません。だから、忘れたら調べて確認できればいいです。世の中そういうものだと思ってください。で、そういうことをやってるうちに、自然と覚えてしまうのは仕方がない。そこまで悪いというふうに私は言うつもりはないんですけども、覚えようと思って覚えないでください。それは本当に無駄なんで、時間の無駄なので、そういうことをやめてください。だから、皆さんの立場としては、忘れたら思い出せるようにまとめておくとか、忘れたら思い出せるように調べ方を知っておくってことが重要なので、そういうつもりでこういうものには接してください。よろしいでしょうか。はい。で、最後の質問ですね。完全二分グラフ KNM では、N と M の差が1でないとき、PN プラス M を含むことができないというのは正しいでしょうか？正しいですってことですね。授業で補足しますって言ってるんで、じゃあこれを補足します。じゃあ、今一度完全二分グラフもちょっと、復習をすると、今言った通りですけども、頂点集合を2つの部分 AB に分割できて、任意の A の頂点 U と任意の B の頂点 V が辺で結ばれ、それ以外に辺がないものですね。で、今言われたことは何だったかというと、何だったかというと、KNM が、
PN プラス M を、まあ、部分グラフとして、含むならば、N と M の差は1以下っていうんで、それ式で書こうとすると、まあ、N マイナス M の絶対値が1か。ということですね。はい。で、これ正しいです。正しいです。正しいです。なんでかっていうと、じゃあまず例をやりますね。例をやると、じゃあ、N が、例で書くんですよ。例をやりますね。N が3で、M が2のとき。これどういうグラフになってるかっていうと、こっち側に3個あって、こっち側に2個ある。で、その間全部変で見せられてる。こういうグラフですね。グラフですね。で、この時には、PNM、PN プラス M を部分グラフとして含みます。だからこの時は、P5 を含む。あ、だからこれ実際は、これ逆側も成り立ちます。逆も成り立つんですよ。含みます。で、なんでかというと、だから実際こういう P5 を作ってあげると、まあ、例えばですね、まあ、こんな感じ、こんな感じで、確かに P5 あるのと。もちろん言うと、P5 っていうのは頂点数5の1ですね。あります。となります。じゃあ一方で、N と M の差が1よりも大きい場合、どうなるかっていうと、じゃあ例としては、N が、じゃあどうしよう、4で、M が2の時。1、2、3、1。こんな感じで結ばれると。じゃあこれは、じゃあ P6 を含みますかってことを今問うわけですね。含みますかと。問うわけです。で、実際これ含まないわけですね。で、それなんででしょうかと考える。今ですね、先ほどのその完全にグラフの定義では、large A、large B っていう記号を使っていたので、まあ、これ使いますね。じゃあ今、じゃここに P6 が含まれると、すると、どんな感じになっているといけないかっていうと、じゃあその P6 っていうのがこのグラフの中にあるんですけども、ちょっとそれを下に持ってきてピーッと引き伸ばしてみます。頂点数6の道のこの感じであると。1、2、3、4、5、6、こうあるわけですね。で、上のグラフ、この、K4、2と、これ P6 っていう、道は頂点数が同じなので、P6、このグラフにあるとすると、すべての頂点を一度ずつ、この道は通ることになります。いいですか？で、そうすると、何が起きていることになるかっていうと、このグラフにおける辺というのは A の頂点と B の頂点しか結びませんから、今この P6 という道の初めの頂点、端点ですね。これが A の要素であると仮定すると、次の頂点は必ずラージ B の要素になる必要があります。いいですか？で、そうすると、その次の頂点は必ずラージ A の要素になるということが決まるわけです。そうすると、そのラージ A の要素とラージ B の要素が交互に現れて、この道というのを作る必要が出てくるわけですね。いいですか？そうすると、この道において、どういうことが起きているかっていうと、ラージ A の要素が3つあって、ラージ B の要素が3つあって、これらが全部異なるというふうに言ってるわけです。一方で、上のグラフを見てみると、ラージ B には頂点2つしかありませんから、そういうことは起きえないことになる、わけですね。これ矛盾です。あ、この記号、これ矛盾マークですけど。これ矛盾です。いいですか？わかりますかね？今早かった。あんまり、なんか日本語書いてないからいけないですよね。なんか図だけで説明しようとするといけないんですけども。いいですか？で、同じようなことが、このっていうのは、この N と M の差が2以上の時は言えます。だから、N というの差が2以上の時には、ここのそのバランスが取れなくって矛盾が起きるということが言えます。C、M と N の差が1以下の時には実際に PN プラス M っていう頂点数 N プラス M の道を作ることができるので、含むってことが言えます。という形でまあ証明できます。今、これはちょっと例でしかやってないですけども、それ一般的に証明できます。今、ここに書いてあるのはもうその証明の
なんだろうな、アイディアを全部含めているつもりです。なんか、興味がある人はぜひ、自分で証明書いてみてください。いいでしょうか。これで質問に対する回答とか補足は終わりになります。いいですか。はい。では、録画はここまでになります。